つけてくれ。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始まるよ。はい、始めていきましょう。まだ眠いよ。今日は何してソーニャちゃんと遊ぼうかな。遊びたい。おはよう。俺もソーニャちゃんと遊びたい。爽やかに戻りました。よくできました。はい、終わりました。頑張ってるわね。どうどう。よくできました。そうそう、張り切っていきましょう。ヌー、よし頑張ってくぞ。ヌーって言った。なんか花山田のヌム沼倉さんが花山田に出られた沼倉さんがご出産されたそうですね。おめでとうございます。ちょっと急が助かりました。すごいです。尊敬です。天才です。憧れます。まあ今年の年末はかなんかな、断末魔があるんだろうな。クエストはたくさんある。何だこのクリスマス育成応援キャンペーンっていろいろありますね。わ、これも加わった。何だこのキラスタクエストっていうのは強そう。4周年記念交換機を集めよう。クリスマスたくさんイベントありますね。飽きさせません。ただまあこれは私の舞台、まずはどうかご成長ください。後日談やっていきましょう。最後のところにはです。どうでしょうか。まったく。父、おい大丈夫です。そうです。はい。あるな、カチカチ山なんかそうだったっけ。たぬき鍋だと思うな。ソラ様、たぬき鍋だって何だったっけ。いいね。素敵ね。おや。あらー、おそらくですが。
うつつの音楽はどれも素敵ですね。ありましたね。なあ、なあ。そういえば、うん、がっくり来てます。What？ あばばばば！待て待て。大丈夫かな？あんこく？おそらく怖いかもな。本当ですか？本当だよ。はい。ふふふ。おや。どうして？クリームまみれ。愛国大将軍？韓国冬将軍か。でかそう。怖っ！ケーキが大暴走。ケーキ取りに行かなくちゃって言ってたから、まさか正体は。良い子のところにはサンタというムマが現れるらしいです。迫り来る脅威。怖いですね。こいつの正体は誰なのか。ですよね。困りましたね。やばいよやばいよやべよやべよ、絶対絶命ピンチ。嬉しそうだ。本当だ。はい、よいしょ。ネガティブ。スイーツゴーレム。うわ怖い。ケーキ。お、どうした？そんなバカな！そんなバカな！バババババ！困りましたね。ラグ？パクニュー姫子。うわーやばいやばい。韓国風将軍欲しい。みんな逃げて。うわやば、韓国風将軍お前消えるのか。はい。アルシーブこんな服装。そうか。いやいちいち。なんだと。なるほど。
サンタにドーン。大変なことになりましたね。よい子のところにはサンタというムマが現れるらしいです。全部解放されてなかったのか。私はソナー・クリオネ。クリスマスイベントが目白押し。どれからやろうかな。私の舞台。まだ七賢者クエストラッシュは行われてます。これやってみますかね。なんだこのキラスタクエストって。50個一気に使っちゃいます。総合力が問われます。これは多分クリアするの難しいだろうな。コルクはどこだ。コルクはどこだろう。どこにいるんだ。ここにいる。でもそんなに他強くないんだよな。これかな最強メンバー。全部の星5やってこい。なるべくこれかな。チアかな。一人で攻撃するから。頑張りましょうね。チアはいいかもしれない。やってやるです。あれそんなに強くない。攻撃は最大の防御。気を抜かずいきましょう。攻撃させた方がいい。本尊です。さあこっからだ。ボスだ。強そうには見え、強くないな。力が湧いてきます。バリアですね。出し惜しみはしない。覚悟はできてますか。一気火星に行く。攻撃。この時のために練習したんですか。さっさとやってしまいましょう。いきます。アズミャーン。止めさしたはず。やった勝ちましたよ。50だからな。相当だから使うけどいいものもらえるってやつだろうな。これ何？4周年。この交換券は何に使うのか。トレードショップにワープすればよい。こっちは今だけ。これはコインだから。これですね。この交換書。こっちは今だけ。まずコミュカードと交換できる。コミュカードはそれぞれの物語に見えますからね。ありがたい。限界突破です。強化素材。ただまあ強化するための素材ですね。まあコミュカードと基本交換しちゃっていいような感じはあります。交渉成立。ニューゲーム。あ、新しいデザイン案を思いついた。な、クエストクリア50ですね。日に焼けやすい。休み時間にみんなでトランプし、少し頼み助かっちゃったね。アマウさんの従業員にならないなんてね。ドキドキ召喚チケット。おはようございます。噛んじゃいました。
これですね、ドキドキ。7枚集めれば、昇格定チケットをもらえるのか。中野あずさです。親がジャズバンドをやっていた影響でギターを始めました。ということで、クリスマス育成応援キャンペーンやっていきましょう。収集クエスト、あ、こちらもまあ当然スタミナ使っちゃうような、まあ、出し惜しみせずいきましょう。これは土属性です。1回目は早くクリアしに行きましょう。アリス、よーし行くよ。まだ立ち止まれないからな。みんな今だよ。いける。やるっきゃないよね。心配はいらないです。平気です。危ない。ほら手伝ってやるよ。心配はいらないです。多分どっか強くなるはずだよ。油断しないでいきましょう。ここに彼女いた。気持ちを込める。少しでも助けになれば。負けるわけにはいきませんから。これで私のために強くなって。任せてください。暴力反対。強そうです。ダメダメでごめんなさい。私負けませんから。私だって負けないから。モニミング担当と一体。どっからでもかかってくるよ。どうぞ皆さん私を盾に。無慈悲。入れ打ちじゃ済まさねえぞ。倒しました。ざっとこんなもんだな。どんどん行きましょう。中級、ユン、じゃ、行ってくる。こんなの聞いてない。これなら。これをこっちに回して、こうだ。心配はいらないです。危ない。体がついていません。ほら、手貸すから頑張りな。任せてください。大丈夫と。私ならやれる。私の本気見せてあげます。ですね。これで私のために強くなって。心配はいらないです。これにいた。無慈悲。これが練習の成果です。来ました。私だってやればできます。いいお土産ができました。おじいちゃん。
ピッピーと言います。最高齢感じます。ノーダメージ、ノーダメージ。開けるわけにはいきませんから。これ一体強そうです。こんなことでよければ。えい、これなら結構強い。カオ先生かけた。これは夢、きっと夢。育成応援ですからね。まだ A チャンネル1か。みんな、私にフォローミー。お手柔らかにお願いしたいです。勢いつけたと出会っ、これをこっちへ回してゴーだ。どう、無理でした。モフモフが足りませんね。ほら、手貸すから頑張りな。これで私のために強くなって。どうしましょう。私には刺激が強すぎます。心配はいらないです。危ない。多分どっか強くなるはずだよ。私には刺激が強すぎます。モフモフが足りませんね。えい、近づいたらぶつよ。チェックメイトですよ。来ました。私ならやれる。いきますよ。痛いよ。結構相手が強くなってる。負けるわけにはいきませんから。マジ一発本気でやっちゃうからね。スクワッチガン。くそ。一発本気でやっちゃうからね。よし、打ってもらう。気持ちを込める。強い。皆さん、ミラーなのに強い。魔彩石で、精彩石でも回復できるんですね。じゃあ行きましょう。ちょっとあのね、
助っ人の負けませんよ。を見たいな。動きが鈍いぜ。やられる前にやっちゃえ。モフモフが足りませんね。ほら手伝ってやるよ。モフモフが足りませんね。絶対大丈夫だから。飲んで飲んで。大丈夫とは。ま、負けませんから。少しでも助けになれば。透明させやかった。チェックメイトですよ。来ました。これで私のために強くなって。こういう方法だってある。本気出していきましょう。でアリスを投入します。ここでアバババババを投入。強そうです。でここでアリスをこの投入です。強い。シノ怖すぎる。ボルク発災。必殺。なんだっけ。いやでもこれだけで。どうぞ皆さん私を盾に。ドーンと行っちゃうよ。強いよな。とっておきなくても勝てます。ありがたい。あんまり多くもらえるわけじゃないのか。何回も繰り返していかねばなりませんね。男性は強いけど、これないんだ。中野あずさです。おい、すみません。助かりました。すごいです。尊敬です。天才です。憧れます。この名の通り。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。育成応援キャンペーンか。これのキラスタクエストやりましょう。またも全員登場。そんなに強くない相手でもいい。いける。雪だ。寒い。戦士のオーブなんですね。応援の力はすごいんです。きっと大丈夫。必殺の一撃。倒せなかった。きっと大丈夫。攻撃は最大の防御。どういった。私たちで頑張ろう。せーの。了解した。まずは最高と必要なものが外車とリーセット。茶葉とケーキスタンド。お菓子とステーキ準備。あとは提供するだけ。これはどうしたものか。
負けない。ボスキャラ、あ、これ倒しちゃうな一発で。おそらくやられる前にやっちゃおう。私だって本気になるんだよ。いきます。はい、お使い。私がやらなきゃ。キャシャン、ちょっと最初からカレン出して遊びましょう。行きましょう。うまくできるかな。みんな今だよ。よいしょ。結構苦労してますね。気があるのか。こんなことでよければ、お願い間に合って。ゆき、ダメダメでごめんなさい。守りもしっかりしなきゃ。一気稼いに行く。これでいきます。見たいね、アニメは。おい、つまらぬものを着てしまった。勝利のポーズです44個追加で投入です。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。早朝早起きは三文の徳。今のおすすめ、今のおすすめ、今のおすすめ。あ、コミュカードと行きたいとこなんですが、ここもう交渉成立。今のおすすめ、
笠地蔵をたくさん持ってますね。ちょっと待ってくださいね。これ強化に行こう。強化に行って強化したいけど進化とか強化できない。人を見てみよう。これなんだ、この陽の大進化種っていうのがあるんですね。これちょっと見てみよう。漫画版キララ陽の大進化種と交換しよう、トレードで。早朝早起きは三文の徳、こっちは今だけ。陽の大進化種特大だからな、上位互換じゃない。交渉成立で、これで強化して何が足りない、条件を満たしていません、キャラクターレベルは。これはもう強化するのみです。これで進化いきましょう。漫画版キララ進化です。エロい、やったね。見えそうです、見えそうです。はい、これフルボイスだったと思う。キララさん、ランプいらっしゃい。今日は神殿の仕事ちゃんと終わらせてきたの？そんな私がいつもサボってるみたいに言わなくても冗談だよ。それで今日はどうしたの？冗談じゃないんだよな。クリエメイトのみんな今日はお出かけしちゃってる人も多いみたいだけど。それは残念で、私がクリエメイトの皆様目当てでここに来てるみたいじゃないですか。そうだよ。違うの？違いませんけど、今日は久しぶりにキララさんと遊ぼうと思ってきたんです。私と？はい、最近のんびりお話しできる時間もあまりなかったので。そっか、じゃあちょっと待ってもらっていい？今日はまだ用事が残ってるから。全然いくらでも待ちますよ。ごめんね、終わったら声かけるから。いってらっしゃい。奥さんかな。さて、待つとは言ったもののキララさんの用事っていつ終わるのかな。200年後。まあいっか、時間まで捨て入れに行ってよ。ドエスマイカ様のドエスはいつ来ても最高ですね。いや、ほんと次はラビットハウスで軽く休憩を。軽く行き違いで、今日はキララさんと遊ぶんでした。キララさん、ラップここにいたんだ。ごめんね、待たせちゃって。いえいえ、私里で遊ぶことに関してはプロですから。どういうプロなの？でしたら私の遊び方を教えてあげますよ。まずはあちらのお店から。ごめんランプ、まだ用事が終わってなくて。逃げ言葉。あ、そうだったんですね。本当にごめん、すぐに終わらせてくるから。逃げ言葉。嫌な予感を感じたんでしょうね。キララさん忙しそうですね。里のお仕事も。あれ、キララさんって何か
か仕事してたっけ？え、いや、コールするんだろう。ということで、漫画版キララランプは特に遊べるわけじゃないよね。あとちょっと強化が必要なメンバーを探してこよう。限界突破できない、できるかどうかだよな。星5限定です。キルミーの使徒、これはまあキルミーの星結晶で進化すればよい。私の時代が来ちゃったかも。僧侶の果実、ねえ、みんな好きだよ。私、先に行くわね。不吉だよな、先に行くっていうのが。よっしゃ、生まれ変わったよ。こっちかな、僧侶行こう。これはちょっと上げないといけないや。うらら迷路町の方行こう。やった、勉強の成果が出たみたい。アルケミスト、少しは目標に近づけたかな。ニナ、まだまだ後輩たちには負けていられないわ。コメガボタンも行きましょうか。アンハッピーでいいや。今なら何でもできそうです。ん、進化してるのか。ちょっと気になるのはカンナは、まあ、でもまだレベルがな。アニマエルもキャラ少ないからこれでいいでしょう。うわー、チアパワーみなぎる。ちょっとやっぱり体力に心配ありますからね。ゆめくいメリー、やれば何だってできるのよ、私は。進化レベルがあるから足りる。あと近い人は、大丈夫。素材が足りないってことはない。この辺は。大丈夫、素材は足りる。しばらく素材困るってことはなさそうです。ヒューガカホもそうだもんな。ブレンド S かな。やったー、ますます強くなっちゃうね。上限をどんどん解放です。ん、フルーツタルトも結構限られるからこれでいこう。人気アイドル目指します。
大体でも素材が足りないってことはないと思うんで、ここまででいいや。すみません。ありがとうです。とても助かりました。私が頑張らなくちゃ。ちのちゃんとお互いのお店で立派な看板娘になれたらいいわね。はい、というわけで、ここまでとなります。今回は クリスマスってことで結構豪華でしたね。スーパークリスマスキャロルでは、ごいつだ。特別な歌でも披露しましょうか。これやらなかったけど、あとクリスマス育成応援キャンペーンも、やりました。キラスタクエストなんか結構いろんなアイテム収集できたし、収集クエストも良かったですね。ということでここまでになります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄にキララファンタジアのプレイリスト、ブログ、ツイッターのアドレスございます。よければこれらアクセスしてみてください。ツイッターのフォローもぜひお願いします。というわけで、キララファンタジア遊んでみました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。